はい、こんにちは、今回はですね、メタルバイブオーバーライド、この使い方を、ご紹介したいと思います。はい、ウェイトなんですけど、まあ、グラムでいうと下から 3.5、5グラム、7グラム、10.5グラム、14グラムそれぞれあります。僕がよく使うのは、5と7グラム、まあ、リザーバーだったり、まあ、おかっぱりでもそうかな、よく使います。でもちろんそのね、5と7、5は、まあ、少し浅いところ、あとはホールスピード遅く、引っかかるところ、これはちょっと軽めの、5グラムで、あとは深いところ、少し早く、広くみたいな時には、7グラム、4分の1使います。両方ともベタタック、ちなみにウィレックス SG661NXB-ST という硬いソリッドティップの竿で、扱ってます。スティールはまあね、今はまあスティーズエアーついてるんですけど、回転いいもの、ベートフィネスないし、もうちょっとライトな普通のベートタックで、十分だと思います。まあラインはカバーだったり推進で変わってくるんですけど、まあ大体僕10ポンドで通してやっちゃってますね。まあリザーバーがすごい深いいう時にはまあ8とか7とか使ってもいいかと思うんですけど、あとはまあね、おかっぱりですごい障害物あるよ、よく引っかかって針伸ばして取りたいよっていう時にはまあ12とか13とかでもいいかなという感じです。あとね、その 3.5 グラム、これはねスピニングの P で使うことが多いですね。特にプレッシャー高いとか、少し、ね、ライトにしないと食べないよっていう時にはスピニングで 3.5 グラム使います。あとは8分の3 10.5 グラムと2分の1 14グラム、これはまあ遠投したい、またはさらに深くとかさらに速く、特に僕は横に引きたい時、速く引きたい時、浮き上がりを抑えるのに重ためのを使ったりします。だからまあノイケで遠投とかね、まあ、リザーバーで水平にベイトの層を速く引いてくるという時に使います。まあ操作方法ですね、まあ、僕なりのやり方、まあ、他にね、いろいろあるとは思うんですけど、僕がいつもやってるやり方ということで、まあ、基本、まあ、どんなところで使うかですけど、まあ、オープンウォーターもしくはオープンウォーターの中に何か沈んでる、それと、僕はカバー、まあ、あんまりやる人少ないと思うんですけどカバーまで、まあ、基本、まあ、オープンウォーターで完全に下まで沈めるよっていう場合にはもう糸振りにしてフリーホールしてもいいかと思うんですけど、オープンウォーターで下に何か沈んでるとか、まあ、立ち木の根元あるとか、まあ、下に小田が沈んでるよっていう時には少しラインテンションかけながら、もしくはルアーがこうフォールしていくのに合わせて竿先をこう入れてってあげる。でどのぐらい入れていくかっていうのは、ね、オーバーライト、その名の通り、スライドフォールしながら落ちるので、これを追い返したい場合には緩めてあげる、より緩めてあげる。根掛かりを回避したい、場合には少し、まあ、あとはねたまに、スライドフォールする幅を、調整してあげる。まあ、途中でトンってねラインテンション張ってあげればスライドフォールして止まる。でまた離すとスライドフォールしてっていう風に、少し制御して、スライドフォールをこうコントロールできるので、その辺でも、まあ、その下に、ね、どのぐらい沈んでるとか引っかかりそうとかいうので、コントロールしてあげるといいと思います。ということで、僕がやるそのカバー、こういうカバーの場合には本当に小刻みに止めながら落としてで、この間もしっかりこうね、はためきながらこう落ちてってくれるので、これはこれですごいいいアクションでこうゴールしてた。で、あとはシェイクしてるようなんですけど、少し動かしながらアップダウン、リフトアンドフォール、これですごい暴れながらね、スライドフォールもするし、こう暴れながらこの中を綺麗プレスできると。これがあまり動かないメタルだと、動かないっていうことは、ね、針先がなんかちょっとかかった時に外れにくいんですね。だからこれ動くっていうのが、バスを誘うと同時に、ね、針先が当然その、ね、カバーの中なんで少しかかったりする。これをうまく外しながら、かつバスをこう、ね、誘いながらこうカバーの中を攻めれるという利点があります。これ慣れると全然なくさないです。コツは沈んでるところにドンって入れるんじゃなくて、何かにこうもたれかけさせて、
落としていただけるとすごい外れるし、1点でこう誘えると。でこれしっかりこう、ね、ちょっと引っかかってもアクションさせると引っかからないんですが、必ず引っかかってしまうようなところがある。これは一番上ですね。この一番上の水面とこう越えるときはどうしても1点にこうルアーのウェイトが集中するので外しにくいので、まあ近く行って外してくださいそのままですが、ただこれだけ、ね、しっかりこうチェックしながら落としていって、まあ、誘ってあげてもいいし、ね、でもしもこの中がすごい引っかかりづらいよとか、ね、レイダウンがあってその下、ね、空間がすごいあるよっていう場合には結構こうしゃくってあげてもいいというような感じです。それとまあオープンウォーターは、ね、通常のしっかり糸を緩めて竿を倒していってスライドフォールで、あとはしっかりリズムよくリフトアンドフォールしてあげると。僕は比較的小さめかな、リフトアンドフォールは。やっぱ言っても、ね、リザーバー引っかかりやすいんで、引っかかった状態でこうリフトする幅がすごい広かったらやっぱりガツンで刺さっちゃうんで、まあ、それ、ね、あの防止する上でもだいたい 3-40cm せいぜい。このぐらいで、まあ、コツ、まあ、どのメタルもそうなんですが、まあ、しっかりここのリフトの時に、まあ、動かして、その後ブルブルっていったのがしっかりふわっとこう落ちるようで、フォールの時に結構やっぱり食べるので9割ぐらいかな、9割ぐらいフォールの時に当たりが出るので、その当たりをしっかり取れるようにリフトしてフォールしていくメタルバイブをやや遅れて追うように落としていくと。これ緩めすぎると当たりも分かんないし着底したのが分かんないんで、ね、完全に下でトンと落ちた後に完全に寝ちゃったりすると糸も少し垂れるんで、その後起き上がる時に下をこうフックが削っちゃうより、根がかりしやすい、なので、まあ、根がかり、ね、しないようにするにはもう落ちた瞬間にしっかり上げる。だこれは、糸をほんの少しだけ緩めた状態でメタルブープをこう折って、ロッド下げることですぐにリフトできるということです、ね。まあ基本的にはボトムに寝かしておいてもメタルバイブを多分食べてくれないので、ね、寝かしている時間は少なく寝かかりも少なく、しっかりこう効率的に瞬間的にしっかりアクションできるようにということです。メタルバイブはすごいリアクション的な、寒い時にこうバスに無理やり口使わせるリアクションのような、一面もあるし、まあ、冬でも、朝一からこう、ね、フィーリングするような場所だったり、そういうシチュエーションもあるので、まあどちらにせよこのね、冬ね、クリアップしてるとか、魚がこう速い動きにしか反応しないよっていうことが多い状況でとても、有効なルアーなので。ぜひ、まあ、リアクション的にも、餌を食べているバスにも、ぜひ使ってみてください。